ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は決して触れてはならない芸能界のタブーについて解説するぜ。ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。魔理沙、三浦春馬さん覚えてる？若くて有名な俳優さんだったわよね。ああ、三浦春馬さんか。2020年7月18日に亡くなったな。そうよね、当時のニュースは本当に衝撃的だったわ。実はね、彼の亡くなり方には不審な点が多く残っているんだ。え、そうなの？今でも解明を求めるデモがあるなんて知らなかったわ。そうなんだぜ。三浦さんはかなりの人気俳優だったから、ファンも最後を知りたがってるんだ。ちんなともって、どんなことがあるの？じゃあ詳しく解説していくぞ。三浦春馬さんって、本当に多才だったわよね。うん、俳優としてだけじゃなく、歌やダンスでも才能を発揮していたんだ。そうなの？どのくらいから俳優活動していたの？4歳の頃から児童劇団に所属して、7歳で子役デビューしているんだ。12歳で映画にも出演して、2007年には、連空で大ブレイクしたんだぜ。小さい頃から活躍してたんだね。海外からの評価も高く、人気俳優だった。でも、2020年7月18日に突然の訃報が。当日の状況ってどうだったの？午後からのドラマ撮影があって、マネージャーが迎えに行ったんだけど、応答がなくて、最終的には意識のない状態で見つかったんだ。発見時はまだ息があったってこと？そうだね。でも、自ら命を絶ったと発表された。警察の検証でも事件性は確認されなかったんだ。病気が原因じゃないってことなのね。発見時にはまだ息があったのよね。自ら命を絶ったって発表されたけど。そうだぜ。49日に所属事務所がコメントを出して、警察の検証で事件性はなかったとされたんだ。でも、病気が原因じゃないってことだよね。うん、自ら命を絶ったという結論になったけど、それをそのまま報道したわけだ。それなら、不可解な点はどこにあるの？特に明らかな不可解な点はないけど、そこはあえて省いているんだ。次は、当日の詳しい様子と不可解な点を解説していくぜ。報道に矛盾点があるって聞いたわ。マネージャーが朝に迎えに行ったって。そう、でも三浦さんが発見されたのは12時35分頃なんだよな。朝に行って昼に発見って、時間がかかりすぎてるわね。撮影は昼少し前から始まる予定だったから、空白の時間が生じてしまっている。そんな大事な時に空白の時間があるなんて、変だわ。初期報道では、マネージャーがスペアキーを持ってたって話もあったが、後に訂正されたぜ。訂正されたってことは、情報が錯綜していたのかしら。そうだな、意見が出たことで訂正せざるを得なくなったんだろう。怪しいと思うのも無理はないぜ。撮影中止の連絡がエキストラに午前10時にあったって、それ、発見時間より前よね。ああ、だけどその情報は SNS からのものだから、正確性は怪しいんだ。海外の記事では17日に亡くなったって書いてあるのに、病院での公式発表は18日の14時10分よね。そうだぜ。さらに日本国内でも17日や18日の午前中に三浦さんを見たって目撃情報があるんだ。初期報道と後の訂正された内容にもいろいろあるみたいね。うん、例えばマネージャーとの現地集合や、遺書がなかったのに後に発見されたとか、不審に思う人が多いのも納得だ。ファンとしては、ちょっとした情報でも気になるわよね。不可解な点があれば、なおさらよ。三浦さんは自宅のクローゼットで見つかったって聞いたけど、背丈とクローゼットの高さが合わないって本当？うん、178センチメートルの身長で、クローゼットの高さが合わないって話もあるんだ。でも、そのマンションのクローゼットは天井まであって、高さは 2.7 メートルもあるんだぜ。それなら可能性はあるわね。でも、なぜリースコードを使ったって報道が削除されたのかしら？サーフィンのリースコードを使うって話は、三浦さんの趣味に関連しているから、削除されたのかもしれない。サーファーへの配慮や、好きだからこそ使用した可能性もある。サーフィンの道具を使うなんて、ファンとしては信じたくないわ。でも、座った状態でも可能ってことは、完全におかしいとは言えないのね。救急車やサイレンを聞いた人がいないって本当？そうだぜ。警察は見たけど、救急車が来てないって話があるんだ。三浦さんは発見時に心臓が動いていたのに、なぜ救急車は来なかったのかしら。一部には救急車が来ていたって話もあるけど、SNS 情報だからな。はっきりとは言えないぜ。速報の出た時間も変ね。亡くなったって報道されたのが14時10分で、速報は15時4分だったのよ。それに、現場検証が行われたのは20時15分頃だから、発見から約8時間も経ってるんだ。速報が早いのに現場検証が遅いなんて、どうしてかしら。速報に自ら命を絶ったものかって書かれてたけど、現場検証の遅れは本当に不可解だぜ。葬儀が翌日に行われたって、本当に早すぎるわよね。
うん、通常はもう少し時間を置くものだけど、何か急ぐ理由があったのかもしれない。葬儀の情報やお墓の場所も公表されていないのね。そうだぜ。でも、密葬されたって話もあって、事務所役員が見張りをしていたらしい。人が来るのを避けたかったのかしら。ああ、納骨は3回に分けて行われたって公式サイトで発表されてる。自ら命を絶った場合の報道にはガイドラインがあるからな。ウェルテル効果って知ってる？マスコミの報道で自ら命を絶つ人が増える現象よ。ああ、特に芸能人の報道には影響が大きいんだよな。有名な例で岡田幸子さんや尾崎豊さんが亡くなった後にも見られたわね。WHO が2000年にガイドラインを出して、報道の仕方には注意してって勧告してるんだ。でも、三浦さんの報道はガイドラインに違反してたのが多かったみたいね。うん、それで曖昧な点や間違った情報が出され、訂正がされたんだろうな。逆に言えば、詳細な情報を出さなくていいってこと？でも、それって怪しいと思っちゃうわ。実際、もっと早く発見されてて、その時はまだ息があったっていう可能性もあるからな。次の話を聞いたら、霊夢の疑心暗鬼が深まるかもしれないぜ。どういうことよ？三浦さんが亡くなった2020年には、多くの芸能人が自ら命を絶っているんだ。確かに多かったわね。共通点なんてあったの？まず、足湯さんは亡くなる前日は休みで、連絡が取れなかったんだ。兄が自宅を訪ねたら、クローゼットで亡くなっているのを発見した。それが三浦さんと同じだったのね。そして藤木隆さんも自ら命を絶ったんだが、三浦さんや足湯さんと違って、書が残されていた。共通点はないんじゃないの？実は三浦さんと足湯さんと藤木さんは同じドラマで共演していたんだ。それはちょっと怖いわ。そして竹内ひろ子さんも自宅マンションのクローゼット内で亡くなっていて、遺書がなかったんだ。みんな何かつながりがあるのね。2020年11月13日に亡くなった久保寺明さんも自ら命を絶ったってされてるけど、方法は不明だぜ。他の人とも共演していたのね。こんなにたくさんの人が。藤木さんは仕事で行き詰まってたみたいだけど、次の仕事も決まってたんだ。それぞれ仕事があって、家族も残してるのにね。他にはチャリティに参加していた共通点もあるんだ。共通点があるって聞くと、気が重くなるわ。当時は感染症の影響もあって、世界が暗い傾向にあったからな。有名人が次々と自ら命を絶って、何かつながりを感じちゃうのも無理はないわね。自ら命を絶ったという判断の速さには、マスコミの先走りも問題だったんだ。そうね、そんなに早く判断していいものかしら。事件性がなく、自らが作り上げたとしか考えられないからだろうぜ。自ら命を絶ったと判断されたけど、本当にそれだけでいいのかな。昏睡させられてから、自ら命を絶ったように見せかけられることもあるのかしら。うん、何かを飲まされたりしたら、外から見ただけじゃわからないよな。警察がちゃんと調査してるといいけど。過去には警察の判断に問題があったケースもあるんだ。今回亡くなった人たちが解剖を受けていないのも、予算や人員不足が原因なのね。そうだぜ。思わぬところで闇を見つけちゃったかもしれないな。三浦さんには生存説もあるんだぜ。どういう情報なの？亡くなった後に撮られたっていう写真や目撃情報が SNS で出回ってるんだ。それが本当ならファンには嬉しいわね。でも、実際はどうなの？調べたところ、写真は生前に撮られたもので、目撃情報も信憑性が低いんだ。どこかで生きていてほしいというファンの気持ちもわかるわ。でも、不審な人物が三浦さんの部屋から出てきたって報道もあったんだよな。不審者がいたとか、怖いわね。でも、これらの報道の信憑性は、CIA やイルミナティが関わってるって噂もあるけど、都市伝説みたいなもんだぜ。CIA とかイルミナティって言われると、急にうさんくさくなるわね。根拠のない噂が出るのも、三浦さんが自ら命を絶つなんて信じられないファンの心理からだろう。そうね、愛されていた証拠よ。でも、見かけによらず悩みを抱えていることもあるのよね。今回は三浦さんについて話したけど、事件って言えるかは微妙だな。怪しいと言われるのも、亡くなった悲しみからだろうね。真実を知りたい気持ち、わかるわ。その気持ちが信じられない怒りに変わってるのかもしれないぜ。事件の遺族の気持ちと似ているかもしれないわね。でも、ガイドラインの存在も大切よ。亡くなった方々のご冥福を祈るぜ。今回は何の話をするの？長渕剛さんの話をするんだぜ。長渕剛さんって今も人気あるのね。そうだぜ、ファンもめちゃくちゃ多いんだ。引退したって噂は本当なの？噂レベルだぜ。でも、話題にはなってるな。黒歴史って何があるの？今回はその黒歴史について話すんだぜ。長渕剛さんが逮捕されたって本当？ああ、1995年に薬物所持で逮捕されたんだぜ。何回も逮捕されてるのかと思ってたわ。
いや、逮捕はその時だけだぜ。大麻取締法違反でな。そうなんだね。詳しく教えてくれてありがとう。どんな噂も確かめることが大事だからな。長渕さんが逮捕された時、何と言ってたの？歌手で人気の頂点にいたって、薬物の噂から捜査が始まったんだぜ。でも、本当に覚醒剤だったの？いや、実は大麻が見つかっただけで、覚醒剤はなかったんだ。吸引は認めたのに、尿検査では何も出なかったのね。そうなんだぜ。警察はもっと大きな件で捕まえたかったみたいだな。いろいろと裏があるみたいね。真実を知ることが大事だからな、ちゃんと調べて話すぜ。長渕さんが逮捕後、どうしてすぐ釈放されたの？大麻は認めたけど、覚醒剤反応はなくて、反省してたから猶予になったんだぜ。え、じゃあ前科はついてないの？そうなんだぜ。結果的には前科なしで済んだんだ。へえ、法律のことって複雑ね。ああ、しっかり反省してれば、こういう処分になることもあるんだな。覚醒剤の捜査も進んでたって本当？ああ、それが長渕さんにとって大きな転機になったんだぜ。でも、今でも薬物の噂が絶えないのよね。そうだぜ、2024年現在でも噂はあるんだ。不倫の話も3回あるって聞いたわ。国生さゆりさんとの不倫が一番有名だよな。長渕さんと国生さんの話、すぐに出てくるもんね。二人の話はかなり注目されたからな。国生さゆりさんと共演したドラマってあったの？ああ、シャボン玉で恋人役をやってたんだぜ。そのドラマでキスシーンもあったんだって？そうだぜ、それで二人は親密になったらしい。不倫がバレたのは長渕さんが逮捕された時。その通りだぜ。その時、国生さんもマークされてたんだ。国生さんも事情聴取されたのね。尿検査まで受けたらしいぜ。大変だったろうな。国生さゆりさん、薬物は使ってなかったの？使ってなかったんだぜ。でもその報道で不倫がバレちゃった。それで記者会見を開いたんだってね。ああ、長渕さんとの関係を認めて、尿検査で無実を証明したんだ。長渕さんの奥さんとも会って謝ったのね。関係を清算するって約束したらしいぜ。大変だったろうな。5年後に二人の関係って終わったんだって？そうだぜ、吉江津子さんとの話し合いが破局の原因らしい。吉江津子さんとは長渕さんの奥さんよね？ああ、会見で対面したって話してたから、事実みたいだな。吉江津子さんが関係を円満に終わらせたのね。吉江津子さんの尽力で、二人の関係は綺麗に終わったんだよ。最近、長渕さんの引退が話題になってるわね。そうだぜ、長年音楽界を盛り上げてきた人だからな。引退の理由って明確にされてないの？長渕さん、桜島ライブの準備してるって聞いたけど、引退の本当の理由はそれだけ？ SNS では別の理由があるって噂されてるぜ。若林志保さんの配信が関係あるらしい。若林志保さんって、どんな人？84年にデビューして、2009年まで活躍した元女優だぜ。テレビドラマや映画に出てた。彼女と長渕さんとの関係が、引退に影響してるのかしら？そういう声が多いんだ。特に共演した映画A2での絆が深かったみたいだぜ。若林志保さんがライブ配信で衝撃の暴露をしたって本当？ああ、薬物に巻き込まれたって話してたんだぜ。大物ミュージシャンについても触れてた。そのミュージシャンとは共演歴があるのね。ドラマと映画で共演してるって。その人、かなり有名だぜ。どんなことを暴露したの？顔合わせで二人きりになって、後日はセリフ合わせと称して呼び出されたんだって。怖い体験をしたんだね。ジップロックに入った白い粉とパイプを渡されたって。断ると暴力を受けたらしい。視聴者はどう反応したの？大物ミュージシャン N が長渕さんじゃないかって予想してるようだぜ。若林志保さんのライブ配信に批判があったって聞いたわ。うん、笑いながら話したり髪を触りながらの話し方が批判されてるんだ。それにどう反応したの？もっと想像力を働かせてほしいと言ってるぜ。カメラ目線や笑いについて批判されてたんだ。どうして批判されてたの？配信中に髪を触ったり笑ったりしてたから、おかしいって言われてたんだよ。そんなに辛い体験をしてるのに、どうして笑えるのかしら？若林さんは、ハンカチで涙を拭いながら辛い姿を見せた方がいいのかと反問してる。実際はとても緊張してるって。警察に行けばいいって言われても、難しいよね。ああ、加害者に手の内を見せることになるとも言ってる。セカンドレイプと取れるコメントにも反論しているんだ。本当に辛い体験をしてる人への理解が必要ね。そうだぜ。若林さんはもっと心と頭を使って想像力を働かせてほしいって言ってるんだ。若林さんの投稿にどんなコメントが来てるの？衝撃的な経験をして、やっと話せるようになったって理解してる人がいるんだぜ。それは嬉しいコメントね。
うん、笑って隠したり、髪を触って落ち着こうとするのは自然な反応だってさ。でも、批判する人もいるの？そうだぜ、でもそのコメントには、役者だったことを忘れるな。涙を流せば演技だと反論してるんだ。どんなに頑張っても批判は避けられないのね。ああ、でも支持してる人もいるってことを忘れちゃいけないぜ。長渕さんが引退するって本当なの？昭和、平成、令和と駆け抜けた長渕さんが、鹿児島桜島でのコンサートを最後に引退するって話だぜ。なんでそんな話が出てるの？芸能関係者が話してるんだ。来月のライブ発表と一緒に引退も発表するらしい。鹿児島の桜島でコンサートなんて、すごく意味が深そうね。うん、長渕さんにとっても、ファンにとっても特別な場所での最後のステージになるんだろうな。長渕さんの引退説、本当に濃厚になってるの？うん、発言や芸能関係者の話からそう思われてるぜ。インスタにはまだ元気な姿がアップされてるけどな。引退理由って何なの？スキャンダルや本人の宣言以外にも、老化や病気の噂もあるんだ。病気って、大丈夫なの？急性腎炎で救急搬送されたことはあるけど、今は大きな病気の公表はないぜ。事務所は引退について何か言ってるの？現時点で発表できるものはないと言ってるけど、引退の可能性は高いと思われるぜ。長渕さんの引退の噂、本当に驚いたわ。そうだぜ、ファンもすごくざわついてるんだ。でも、若林志保さんの告発もショッキングだったよね。真実かどうかはまだわからないけど、深く迫る手段はないんだぜ。これからの展開が気になるわ。ああ、引退説も含めて、今後の動きを見守ろうぜ。次は、枕営業を暴露した女性芸能人について解説するぜ。トップバッターは真鍋かおりさんだぜ。これは気になるわね。真鍋かおりさんは2009年、事務所から枕営業を強要されたって裁判を起こしているんだ。そんな大事になってたの？事務所は女性タレントに対し、社長との関係を強要してたんだぜ。これはひどい話ね。契約期間中に妊娠した場合、中絶することも求められてたそうだ。最低だわ。真鍋さんに対し、事務所は契約違反だと裁判を起こして、事態は泥沼化したんだ。そんなひどいことして、よく反撃してきたわね。冤罪は和解して、真鍋さんは別事務所に移動したぜ。2015年には結婚して、幸せに暮らしているみたいだぜ。彼女も苦労してたのね。次は岡本夏樹さんだぜ、知ってるか？知ってるわよ、世代じゃないけど、若い子は知らないかもね。そんな彼女、自らの枕営業を暴露してたんだ。20代の頃は枕営業しながら、年収2億円を稼いでいたってさ。まさに暴露ね。あるイベントでは、アイドルに、枕営業しかないとアドバイスしてたぜ。経験者は語るってやつかしら。なんか妙に説得力あるよな。さすがバブルを生きた女ね。続いて、藤井奈々さん。グラビアアイドルで女優業もこなしているぜ。彼女も枕営業を告白してたの？どんなことされたのかしら。偉い人を紹介され、アピールしてたら体を触ってこようとしたそうだ。気持ち悪いわ。拒否したけど、手でもいいからと言われたんだぜ。恨みを買ったら怖いと思って、結局応じたって話だ。この子も権力に負けちゃったのね。恐怖心が大きかったんだろうな。2017年には引退して今は結婚してる。こんなことが今でも起こってると思うとゾッとするわね。次はアイドルグループ仮面女子だぜ。アイドルも枕営業強要を告発したの？どんどん出てくるわね。うん、4人のうち2人が社長に迫られて肉体関係を持ってたんだ。社長キモすぎるって。しかも、やらせ演出や脱退時の違約金要求も告発されてる。悪事がどんどん暴かれていくわね。でも、その社長は今も変わらず代表取締役にいるんだぜ。信じられないわ。続いて石川由美さん。グラビアアイドルとして活躍してたんだぜ。彼女はどんなことになったの？テレビ局のプロデューサーにホテルへ連れて行かれ、性的行為を要求されたんだ。あらあら、電通の社員を名乗る男にも枕営業を強いられ、応じたって告白してる。応じちゃったの？うん、でもその枕営業の話は詐欺で、その男は逮捕歴があったんだぜ。それは真っ黒ね。石川さんは警察に相談したけど、相手にされなかったそうだ。もっと自分を大事にしないとね。石川さんは自分を責めてた。枕営業は避けられないと思ってたって。それとあの頃の自分はバカだったと後悔しているのね。若気の至りってやつかもしれないぜ。次は高松奈々さん、元サンミュージックのお笑い芸人で、今はジャーナリストとして活躍してるぜ。お笑いジャーナリストって斬新ね。どんな被害を語ってるの？マリエさんの暴露をきっかけに、枕営業やセクハラについてコメントしてるんだ。そうなのね。具体的には？芸能界はセクハラやパワハラだらけで、19歳で見た世界は残念だったって。芸能界って最悪な環境になってきてるわね。
出番前に舞台袖でお尻を触られたり、胸を揉まれて何もできなかった話もしてるぜ。日本一ブラックな業界かもね。次は森下優里さん。一時期めっちゃテレビに出てたよね。うん、彼女、枕営業があるって認めてたのね。実際に経験したことも話してたんだ。ホテルのスイートルームに連れて行かれたって。違和感なしでバスローブのおじいさんがいたの？それでどうしたのって。トイレに行くって言って、そのまま逃げたんだって。本当に逃げたのかしら？森下さん、交際人数780人ってテレビで言ってたから、疑う声も多かったんだぜ。やっぱり世間もそう思ってるのね。イメージって大事だわ。次は中村アンさんだぜ。かき揚げヘアーがトレードマークで人気急増したんだ。彼女も枕営業を迫られたの？うん、大学時代に芸能関係者から迫られたって。でも、お母さんに相談して逃げたんだぜ。よかったわね。どこにでも潜んでるのね、枕営業って。次は広末涼子さんだ。残念ながら、枕営業の証言があるんだ。本当に？昔、中尾明さんに食事に誘われた時、生理中で断ったらしい。それを聞いて中尾さんが激怒したんだ。それで枕営業してると思われたのね。うん、映画評論家のお杉さんも、広末さんの枕営業を暴露しているぜ。お杉さんまで？お杉さんは、あの子は女優じゃないと憤慨してたんだ。ピーコさんは何か言ってたの？ピーコさんからは特に何も。ボーダーラインがよくわからないんだけどな。これで枕営業を暴露した女性芸能人についての解説は終わりだぜ。芸能界、真っ黒ね。でも、こんなに生々しいと面白くないかもしれないな。都市伝説くらいなら面白いけど、これはちょっと。でもこれが現実だ。受け止めろよ。それもそうね。それで次の話題は何？次は美人が犯した殺人事件を3つ解説しようと思う。菊池あずはは2015年2月2日に銀座の高級クラブで起こった事件の加害者だぜ。銀座のホステスが加害者なの？うん、そのホステス、身長180センチメートルのモデル体型だったらしいぜ。180センチメートルって、バレーボール選手みたいね。そうだぜ。菊池あずはって名前で、銀座のいろいろなクラブを渡り歩いてたんだ。セクシーな DVD にも出演してたの？そうだぜ。モデル体型でセクシーだから、いろんなお店から引き抜かれてたかもな。でも、激しい性格でトラブルを起こし、次々に店を辞めさせられたのね。その通りだぜ。いろんなトラブルの原因だったんだ。彼女は不倫関係の後、男性客の家や職場に押しかけ、性病の治療費をせびったらしいぜ。それで恥ずかしくないのかしら？未払いの給料で怒って、営業中の店のロッカーに火をつけたこともあるんだって。火はハートだけにしてほしいわね。ちなみに、彼女は毎日20錠もの女性用ホルモン剤を飲んでいたらしい。肩幅が広く、長い足で大股で歩いて、喉仏もあったって？うん、その話は同僚ホステスもしていたんだぜ。アズハと同じクラブで働いてた別の店員は、アズハをずっと女性だと思ってたって。だからアズハは、女性よりも女らしくやろうとしてたのかもね。銀座のクラブで働けるほどの美貌があるってことは、相当な美人だよな。アズハは20歳年上の男性と恋に落ちたのね。それが悲劇の始まりだったって？うん、その男性からの愛を味わって、友人にも自慢していたらしいぜ。でも、その男性の嫉妬深さに疲れちゃったのね。美人からの嫉妬も嬉しいけど、束縛が辛いってことになるんだぜ。2月2日の夜、アズハは金属バットと包丁で男性に近づいたんだ。男性はそんなにひどく攻撃されたの？うん、顔は判別できないほど叩き潰されて、ベッドは血に倒れていたらしい。マンションの廊下やエレベーターにも血が流れていたんだって？そうだぜ。まるでゲームの世界観みたいだったんだ。彼女が逮捕されて、犯行動機は何って言ったの？別れるくらいなら、した方がいいと思ったってさ。究極のメンヘラだぜ。逮捕されてからは女性ホルモンを摂取できなくなったのね。うん、ホルモンバランスが崩れて、顔が膨れ上がり、精神も不安定になったんだ。証言台に立った時もよだれを垂らし続けていたって、終わり方が悲しいわね。次は新宿歌舞伎町で起きた事件だぜ。2019年5月23日、人が刺されたって通報があったんだ。歌舞伎町でそんなことが？ん、警察が駆けつけたら、被害者の横に女が座り込んで、タバコを吸ってたらしい。それで、その女は？容疑者の高岡優香、21歳だったぜ。連行されるとき、嬉しそうな顔でニヤニヤしてたんだ。ニュースで放送されたのね。信じられないわ。優香がその男性と出会ったのは、彼女が店長を務めていた歌舞伎町のガールズバーだったんだ。イケメンが来たと思って近づいたのね。その後、優香は男性が勤めるホストクラブに入り浸るようになったんだ。自分にぴったりのタイプだったから会いたくなったのかしら。
うん、でもホストクラブにはまると金が足りなくなって、他の仕事も始めなきゃならなくなるんだぜ。それでデリ、ルや高級パパ活を始めたのね。そうだぜ。その努力で目当てのホストくんはナンバーワンになれたんだって。すごい努力ね。でも、そこまでさせるのは大変だったろうに。ナンバーワンにできたのは良かったけど、代償は大きかったんだ。優香はホストとのデートを重ねて、本気で愛されてると思ってたのね。うん、でも彼にとって優香はただの金を出す客だったんだ。それで、彼が他の女の影を隠してるって感じ取ったの？そうだぜ。スマホへの着信を不自然に隠す彼に、他の女の影を感じ取ったんだ。ある日、友人からホストの彼が他の女とラブホに入るのを見たって教えられたのね。うん、その話を聞いたら、優香の怒りは見えたぎったろうな。でも、優香は自分で見たものしか信じないって言ってたのね。そうだぜ。でも、そんなこと言われたら気になるよな。親切心から教えてくれたのかしら、それとも。ある日、優香が彼を自分の部屋に呼び出して、彼がうとうとしてベッドを借りたんだ。彼が目覚めたら、腹に包丁が刺さっていたって？そうだぜ。でも、あまり痛みを感じなかったらしい。彼は優香を突き飛ばして逃げ出した。包丁が刺さったまま逃げるなんて、怖いわね。逃げ惑う彼を追いかけた後、優香は、私のこと好き。って聞いたそうだ。彼が、好きだよと答えたら、優香は嬉しそうにしたのね。うん、この状況で好きって確認できて嬉しいもんなのかな。マンションのエントランスまで逃げたけど、そこで彼の意識が途切れたって？そうだぜ。でも優香は彼にとどめを刺さなかった。好きって確認できたからな。そんな単純な理由で？もっと怖いことは、彼が死んでいくのを独り占めして、タバコを吸いながらスマホいじってたんだ。彼との幸せなやりとりを振り返りながら笑ってたのね。うん、その姿がテレビで映し出されたんだぜ。逮捕される前、優香は彼の浮気相手に電話して、彼を刺したことを告げたのね。うん、その浮気相手もびっくりしただろうな。この事件には驚くべき続きがあるんだ。ホストの彼、一命を取り留めたんだって？そうだぜ。裁判で、優香は好きで刺したって言ったんだ。そして、被害者に600万円を支払った。命があったから謝罪できたのね。うん、でも、被害者男性側が優香の減刑を求める嘆願書を出したんだ。彼女も被害者だったってこと？そうだぜ。日常的に暴力を受けてたこと、結婚をちらつかされ騙されてたことがわかったんだ。結婚詐欺もあったのね。ホストの言葉なんて信じちゃいけないってことね。24歳の姉と21歳の弟の間に起きた喧嘩って、本当に恐ろしいのね。うん、2016年9月12日に起きた出来事だぜ。弟がうるさい音でゲームしてて、姉が怒ったんだ。確かにそれは迷惑だわ。その通りだぜ。そしてその喧嘩で、姉は弟を、してしまったんだ。まさか、しただけじゃなくて、解体までしたっていうの？ん、その弟をバラバラに解体してしまったんだよ。事件現場の家には、もともと6人の家族が住んでいたのに、事件当日は姉と弟だけだったのね。うん、他の4人はどこに行っちゃったんだろうな。母親が最初に家を出て行ったの？そうだぜ。父親が病んで働けなくなったから、母親が愛想を尽かしてしまったんだ。でも、お母さんがいなくなったら生活はどうしていくの？母親は厳しい人だったみたいだけど、竹内恵美は大学を中退して、いろんなバイトで家計を支えてたんだ。それは大変だったろうね。お母さんがいなくなって、姉が家計を支える羽目になるなんて。お姉ちゃんが頼もしいね。母親が出て行ってから、みんな出て行って、結局は弟と二人きりになったのね。うん、父親が亡くなった後、長女は遺産を一人で受け継いだんだ。出て行った妹たちは納得いかないでしょうね。でも、長女は自分が犠牲になって家族を養ってきたから、遺産をもらうのは当然って思ってたのかも。そうだぜ。でも、事件直前には遺産や生活費のことで激しく言い争ってたらしい。言い争いが起きるのはわかるけど、どうして霊人にまで発展しちゃったのかしら。長女が裁判で、弟の攻撃から身を守るために包丁を取ったって言ってたのね。うん、そして包丁を向けていたら、いつの間にか弟に刺さってしまったってさ。いつの間にか刺さってるって、自分から刺したわけじゃないみたいな言い方ね。そうだぜ。でも、正当防衛を主張してるんだ。ただ、なんでバラバラにしたのかは謎だな。それは本当に正当防衛なのかしら？バラバラにするなんて、怖いわ。長女は、弟が亡くなったから、お父さんみたいに小さい骨にしなきゃいけないと思ったのね。うん、そのためにバラバラにしたって裁判で述べたんだ。その思考になるってすごいよな。普通はそんな風にはならないわよね。事件の日の夜はバイトして、焼肉屋で食事してたって？そうだぜ。しかも、帰りに対処理用のハンマーやポリ袋も買ってたんだ。まるで何もなかったかのようにね。
でも、弟の連絡が突然途切れたことを心配した友人たちが家を訪ねたらしいわ。そう、友人たちが何か起きたかもしれないと不審に思って訪ねたところ、事件が発覚したんだ。長女が法廷で弟に対する気持ちを聞かれたとき、ごめんね、今までありがとうと涙ながらに言ったのね。うん、なんだかもう、彼女の中ではすっきり解決してる気持ちが感じられるね。今回は美しすぎる凶悪犯罪者たちを紹介したぜ。美人だからって侮れないんだな。本当に、外見に騙されちゃいけないわね。みんな、今回の事件どう思った？マリサ、友達がパパ活ってやってるって言ってたの。一体何なの？パパ活ってのは、経済的に裕福そうな男性とデートして金銭を要求することを言うんだぜ。え、あんなことやこんなことをするの？いや、そこは強要されないから安心していいぜ。犯罪行為さえなければ問題ないんだ。芸能人にもパパ活してるって噂があるの？誰なのか教えて。それじゃあ次はパパ活してる疑惑のある芸能人を紹介するぜ。橋本環奈さんって、2013年に SNS で拡散された踊っている写真で一躍注目されたのよね。うん、その写真が、奇跡の一枚と呼ばれて、千人に一人の逸材って言われるようになったんだぜ。その写真でそんなに反響があるなんて、すごいわね。その写真のおかげでサーバーダウンするほどのアクセスがあったんだ。バルス並みの破壊力だぜ。そして、角川大郎の目に留まって、映画の主演女優に抜擢されたのね。そうだぜ。ただのローカルタレントから、セーラー服と機関銃、卒業の主演にまでのし上がったんだ。たった一枚の写真で運命が変わるなんて、本当に漫画みたいな話ね。橋本さんがパパ活疑惑をかけられたって言うけど、それってどこからの話なの？ガーシーこと東谷義和さんの暴露話の一環で出た話だけど、実際にはガーシーは一言も言ってないんだ。検証さんの取り巻きが勝手に暴露しただけで、橋本さんに直接的な言及はなかったのね。そうだぜ。この件はただのデマ話である可能性が極めて高いんだ。なんだ、じゃあ橋本さんはパパ活なんてしてなかったんだね。橋本さんと株式会社 USEN の会長、ヒデさんが親密じゃないかって日刊現代が報じたのね。うん、宇野さんは当時57歳で、橋本さんとは36歳もの年の差があるんだ。俺に U-NEXT の CM にも出演してるって、怪しい関係に見えるわね。橋本さんはお酒好きで、宇野さんとは飲み仲間としてよくバーに行ってるらしいぜ。ファンにとってはショックなニュースだったでしょうね。橋本さんの趣味ってゴルフや麻雀、塩辛が好物なんて、ちょっと親父っぽいよね。そうだぜ。でもそれがパパ活の一環じゃないかって噂があるんだ。でも、芸能界の大物とのつながりがあるから、女優活動がスムーズに進むのはいいことよね。うん、その関係がバリアになって、スキャンダルも起こしにくいし、テレビでも使いやすくなってるんだ。2022年末の紅白歌合戦で司会も務めたって、仕事が増えてるのはすごいわね。次に紹介するのは浜辺美波さんだぜ。現在22歳で、シンデレラオーディションでニュージェネレーション賞を受賞してデビューしたんだ。あれ、この人確か、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないのドラマで見たことあるわ。ああ、その通りだぜ。アニメ原作の、サキサキや、賭けが狂いにも出演してるんだ。素材がいいからいろんなところからオファーが来るのね。2023年春の連続テレビ小説、ランマンにも出るんだって。そうだぜ、8年ぶりの出演だからな。これからも活躍が期待される女優の一人だろうな。本当に期待しちゃうわね。浜辺美波さんのこれからの活躍が楽しみよ。またガーシーに狙われた人がいるんだぜ。今回は浜辺美波さんがターゲットになっちまった。え、どんな暴露されたの？2022年9月末から10月初めにかけて、NHK からも距離を置かれるかもしれないくらい過激な内容だったんだ。これは気になるわ。具体的に何って言われてるの？2017年の話だが、ある実業家が浜辺さんにかなりの額を渡してたって暴露されたんだ。海外での相引きって、それってマジなの？マジらしいが、物的証拠はないんだ。ガーシーも浜辺さんと面識はないらしいから、全部憶測の話かもしれないぜ。どんな話、信じていいのかしら？確かに、証拠がなければただの噂話だ。でも、この話が本当なら、実業家はかなりヤバいことしてるんだよな。NHK も使いたがらなくなるわね。こんな話が本当なら。まあな。でも、浜辺さんは今でもしっかりと活躍してる。この暴露が本当かどうかはともかく、彼女のキャリアには影響なさそうだ。それにしても、ガーシーの話、本当にピンとこないわね。証拠がないなら、ただの噂話よ。その通り。ガーシーの話は面白いが、証拠がない限り、俺たちも慎重にならなきゃな。それじゃ、浅田舞さんの話を聞かせて。浅田さんのパパ活の話は、信憑性が高いんだって。
どういうことなの？詳しく教えてよ。実は彼女には、暴露された二つの話があるんだ。二つもあるのね。でも今はパパ活の話に絞るのね。ああ、その方がテーマに沿うからな。クリスケンさんと浅田さん、仲良しだったのね。ああ、インスタでよく一緒にいる写真が出てるからな。写真があるとやっぱり信憑性上があるわよね。そして浅田さん、イタリアにダンス留学したんだ。ガーシー法を受けて逃げたってこと？タイミングがたまたまかもしれないが、怪しいぜ。でもテレビにも出てたし、仕事してたのに。クリスケンとの関係を断ち切れなかったのかもな。これからも浅田さんには色々と話が出そうね。まあ、注目しておくといいぜ。次は少し話題を変えて、芸能人の闇について話していくぞ。最初は志村健さんだぜ。レジェンド芸人だ。1950年生まれのコメディアンなんだね。ザ・ドリフターズのメンバーで、若い子にも人気だったぜ。8時だよ全員集合とか懐かしいわね。そうだぜ。バカ殿様や変なおじさんのキャラも有名だ。そういえば、子供にも覚えやすいキャラだったわよね。2020年3月29日に亡くなった。日本の意識を変えた人だ。本当に惜しい人を亡くしたわよね。今回は彼の隠し子の話題を取り上げるんだぜ。隠し子の話題って、罰当たりかもしれないわね。志村さんなら許されるかもしれないぜ。普段のキャラからすると、隠し子がいても驚かないわよね。今回は志村さんの初めての隠し子についてだ。へぇ、付き人時代にできた子なの？そうだぜ、志村さん19歳の時の話だ。経済的に大変だったでしょうね。謝罪して、借金して解決したらしいぜ。その人たちは今どうしてるのかしら。公にはわからないことになってるぜ。養育費も請求されなかったのね。志村さんはドリフで一番モテたけど、結婚願望はあったんだ。でも、結局独身だったわよね。若い子が好きで飽きっぽかったのかもしれないぜ。テレビの志村さんとは違う一面だわね。次はデイモン・カプカだぜ。10万歳超えのロックミュージシャン。紀元前98038年生まれで、早稲田卒なんてすごいわ。世紀末バンドのボーカルで有名だったんだ。デイモン・コグレ、デイモン・コグレ・カッカ、デイモン・カッカって変わったのね。そうだぜ、10番歳で隠し子もいるって話。そんな長生きしてたら子供くらいいるわよね。100人単位でいてもおかしくない設定だぜ。漫画みたいに争いが起こりそうだわね。その隠し子の話は当時、大きな話題だったんだ。悪魔の所業って言われてたのかしら。ガチで悪魔的な行動だったかもしれないぜ。1993年に隠し子が発覚したんだ。閣下には事実婚のような関係があったぜ。え、未入籍だけど子供ができたの？閣下は子供の認知はしたけど、入籍には否定的だったんだ。どうして入籍しなかったのかしら。実は閣下には他に女性がいたんだぜ。まさに悪魔的な展開ね。さらに子供の親子関係を確認するための証明も送ってたんだ。これじゃどっちが悪いかわからなくなるわ。閣下は二股はかけてないと言ってるけどね。一体どうなるのかしら、この話。これから B 氏さんとの関係に焦点を当てるって宣言してたんだぜ。その後 A 氏さんとの子供に関する血液鑑定結果が出たんだ。どうなったの？親子関係は認められたの？認められたぜ。3000億分の1の確率で自分の子だって。それで認知するって宣言したのね。でも、結婚については一言も言ってないんだ。それはちょっと。そして1年後には B 氏さんと結婚したんだぜ。え、それで性格の難しさがわかるわね。ほんと、悪魔キャラそのものだぜ。ショックだわ。B 氏さんとの子供もいて、もう別れたの？そうだぜ。今はまた別の人と結婚してるんだ。次は市川海老治さんだぜ。イケメンの歌舞伎役者。海老治さんってバラエティにも出てたわよね。そうだぜ。2009年に小林真央さんと婚約したんだ。その後、麗華ちゃんと勸玄君が生まれたのよね。でも、残念ながら真央さんは亡くなっちゃった。それでも家族3人で頑張ってたわよね。エビオサムさんの隠し子の話は2003年のことだぜ。え、それって真央さんと結婚する前じゃない？そうだぜ。相手は日置さんで、女の子を産んでたんだ。エビオサムさんは結婚はできないけど、認知するって言ったのね。閣下と比べるとマシかもしれないけど、やっぱり問題だぜ。エビオサムさんの隠し子問題、記者会見で子供を認めたんだ。でも、相手の望む結婚には応じなかったのね。そうだぜ。かなり自己中心的な発言をしたんだ。最低男特集って感じだわ。海老治さんの性格は、周りの環境が影響してるんだろうな。お金で責任を取るって、どうなのかしら。真央さんの闘病中の家族の様子に感情移入できない人もいるんだ。真央さんの暴露話に支持が多いのも納得よね。次は片岡愛之助さんだ。1972年生まれの歌舞伎役者ぜ。
猿之助さんって、最初は歌舞伎の一家じゃなかったのね。そうだぜ。子役から歌舞伎界に入って、人気者になったんだ。ドラマやバラエティにも出てるわよね。2016年には藤原紀香さんと結婚したぜ。ビッグカップルだ。紀香さんなら、歌舞伎役者の奥さんもこなしそうだわ。でも、結婚発表のタイミングで隠し子の話が出たんだ。最悪のタイミングね。でも大問題にはならなかったの？愛之助さんの隠し子、2011年に発覚してたんだぜ。え、それって10年以上前の話なのね。今回の話が再燃したのは、のりかさんとの結婚のタイミングで DNA 鑑定を要求したからだぜ。DNA 鑑定って、愛之助さんの子供じゃないのかしら。2011年の会見で、子供が自分の血を引いてるかは認めなかったんだ。それで今回の結婚に合わせて、加工生産しようとしたのね。愛之助さんは自分の子じゃないと確信してるのかもしれないぜ。これも複雑な問題ね。よくわからないわ。2011年の会見で、愛之助さんは養育費は払ってたけど、認知はしてなかったんだ。本当のところどう思ってるのかしら。愛之助さんは他の3人と比べて、まだマシかもしれないぜ。でも、歌舞伎界の隠し子問題に対しては軽い発言もしてたわよね。本当に愛之助さんの子供かどうかはまだはっきりしてないんだ。週刊誌側の意見と愛之助さん側の意見が違うのね。愛之助さんは DNA 鑑定は要求したけど、それは相手から認知を求められたからだぜ。それで遺産相続の問題も絡んでくるわけね。そうだぜ。まだはっきりしない部分が多いんだ。ネットでは意見が分かれてるけど、愛之助さんがだらしないのは確かだぜ。隠し子を作るなっていう意見もあるわよね。そうだぜ。迷惑かけるくらいなら最初から作らない方がいい。これは世間一般であることじゃないわよね。風見慎吾さんのこと知ってる？歌手だった人よ。そうだぜ。2007年、彼の長女エミルちゃんが事故に遭って亡くなったんだ。その時の報道は風見さんばかり映して、加害者の情報はほとんどなかったのよね。不自然な報道に、大きな闇の力があるんじゃないかって疑惑が出たんだ。事故で苦しんだエミルちゃんも、亡くなった彼女のご家族もとても辛かったでしょうね。エミルちゃんのご冥福をお祈りするぜ。風見慎吾さん、本名は大下義弘さん、1962年広島県生まれだぜ。エンジニアを目指してたのね。タレントじゃなかったんだ。愛染翔さんを見て、東京ビクトリークラブに憧れたんだって。愛染翔さん、今もかっこいいけど、若い頃もイケメンだったわね。風見さん、デビュー前はリーゼントで、ボビーって呼ばれてたんだ。TBS のオーディションで、萩本さんに認められて、芸能界デビューしたのね。そうだぜ。風見さんは娘さんたちにも、大きな声で挨拶を教えてたんだ。大きな声で挨拶するって、恥ずかしくて難しいことよね。1983年、風見慎吾さんは、僕笑っちゃいますでレコードデビューしたんだ。あの、涙のテイク、チャンスでブレイクダンス披露したのよね。日本にブレイクダンスを広めた人って言われてるぜ。1994年に幸子さんと結婚して、エミルちゃんとフミネちゃんが生まれたのね。でも、2007年1月17日に事故で、全てが一変したんだ。エミルちゃんはその朝、ツナサンドを食べて学校に行ったのよね。エミルちゃんの事故はご近所さんが、風見さんに知らせに来たんだ。現場に行ったらエミルちゃんが車に轢かれていたのね。事故現場は家から100メートルのところで、エミルちゃんは横断歩道を渡ってたんだ。エミルちゃんは赤信号を無視したのかしら？いや、きちんと青信号で渡ってたんだ。不車分離信号だったからね。トラックはスクールゾーンから出てきたらしい。もっと注意すべきだったな。スクールゾーンは子供を車の事故から守るために設定された場所だぜ。エミルちゃんが通ってた学校のスクールゾーンは通行禁止だったのね。そうだぜ。トラックは進入禁止のスクールゾーンから出てきて、エミルちゃんと接触したんだ。それでエミルちゃんが車に轢かれたのね。8時8分に事故が起きて、9時33分にエミルちゃんは亡くなったんだ。こんな悲しいことがあるなんて。風見慎吾さんはエミルちゃんを思って、加害者を憎まないようにしたんだ。そんな強い心を持つ風見さんも辛かったでしょうね。エミルちゃんのお葬式後、風見さん一家は深い悲しみに沈んでたんだ。奥さんやフミネちゃんも辛かったでしょうね。3歳のフミネちゃんは精神的に不安定になって、自分が悪いと思ってたんだ。フミネちゃんがエミルちゃんに向かって謝ってたのね。近所の人に自分の名前をエミルって答えることもあったんだ。自分がエミルになれば、両親が笑顔になると思ったのかしら。この事件はテレビや新聞で大きく報じられたけど、加害者の情報はほとんどなかったぜ。加害者の情報を伏せるなら、風見さん家族のこともそっとしておいてほしいわね。普通なら加害者の情報がすぐ出るはずだけど、この事故では違ったんだ。だから視聴者が報道に不信感を抱いたのね。
中間市で加藤って名前の運転手がカオロジスティクスの社員だと分かったんだ。カオロジスティクスって配送を主にする会社なのね。加藤は契約社員か雇い者だったらしい。その日は世田谷区へ配送してたんだ。右折してエミルちゃんに気がつかなかったって言ってるの。でも、前を見てたら気がつかないはずがないよな。加藤は事故後、救護活動せずに会社に電話してたんだ。前を見てなかったかもしれないぜ。それはひどいわ。最初に救護するのが大事なのに。加藤がスクールゾーンを通って事故を起こしたのは自分の判断だったんだ。会社はルートを決めてないって言ってるのね。前方不注意や居眠り運転だったら、どこかで事故を起こしてたかもしれないな。加害者側の情報が報道されなかったのは、花王が大手スポンサーだからかしら。そうだぜ。スポンサーからの広告収入で番組が成立してるから、報道自粛された可能性があるな。スポンサーが不利益な報道に敏感なのね。そうだぜ。エミルちゃんの事故加害者、加藤には実刑2年の判決が出たんだ。たった2年で？エミルちゃんの命を考えると短すぎるわ。裁判所は、少しの注意で避けられた事故だったって言ってるぜ。エミルちゃんが亡くなって、遺族の悲しみを考えると判決が軽すぎるわね。加藤の弁護側は判決に対して控訴したんだ。実刑は重いって。エミルちゃんはもう戻ってこないのに、控訴なんて。でも高等裁判所は、基本的な注意義務違反と重大な過失を認めて、執行猶予の申し出を棄却したんだ。それで風見さん夫婦の気持ちを考えると、本当にやりきれないわ。でもね、エミルちゃんの一周忌の頃、翔子さんのお腹に新しい命が宿ったんだ。それは素敵なニュースね。ふみねちゃんも喜んでたのね。妊娠5ヶ月で染色体の異常が発覚したけど、新しい命のために前向きになったそうだ。赤ちゃんのおかげで気持ちが前向きになれたのね。どんな子だったの？ダウン症の男の子だったけど、一生懸命動いてるって書いてあったんだぜ。幸子さんは大学で児童福祉学を勉強してたのね。強いわ。でも、残念ながらお腹の赤ちゃんは亡くなってしまったんだ。8ヶ月で心臓が動いていないって、本当に辛いわ。風見さんはエミルちゃんが長男を通じてメッセージを送ってくれたと思ってるんだ。その後、交通安全啓発活動に力を入れてるのね。エミルちゃんの事故から9年後、横断歩道のシステムが変更されたんだ。歩行者分離信号になったのね。安全が確保されてよかった。風見さんは2022年で芸能活動を休止して、ロサンゼルスに留学することにしたんだぜ。新しいスタートね、応援したいわ。2016年、翔子さんとふみねちゃんはカリフォルニアのオレンジカウンティに移り住んだんだ。え、風見さんと離れちゃったの？離れたわけじゃないぜ。ふみねちゃんが萩本さんの舞台に出たいって言ったんだ。それで萩本さんはどうしたの？英語ができたら舞台に出してあげるって約束したんだ。だからアメリカに行ったのね。風見さんはエミルちゃんのことで考えが変わったのね。そうだぜ。ふみねちゃんが夢を追い求めるために留学したんだ。6年もいたら、ふみねちゃん英語がペラペラになってるわよね。翔子さんとふみねちゃんは英語で会話するから、風見さんはちょっと寂しそうだったぜ。マリサ、風見さん60歳でアメリカへ留学するんだって。すごいよな、60歳で新しい挑戦をするって。エミルちゃんに勇気をもらってるんだ。風見さんは休止だから、引退じゃないのね。そうだぜ。帰国したら交通安全啓発活動と芸能活動も続けるって。ふみねちゃんの夢も風見さんの挑戦も、エミルちゃんが見守ってるわね。子供たちが交通事故に遭うケースがまだ多いのね。令和4年には小学生の交通事故が956件もあったんだ。車は便利だけど、ドライバーはいつも注意深く運転してほしいわね。そうだぜ。運転には常に責任と優しい気持ちが必要だな。次は坂本雄一さんの話だぜ。1952年生まれで、作曲家、ピアニスト、俳優として活躍してるんだ。子供の頃から音楽を学んで、70歳になっても現役なんだね。1970年代にミュージシャンとして活動を始め、イエローマジックオーケストラで人気になったんだ。テクノポップやブラックミュージック、クラシックまで、いろんなジャンルを手掛けてるのね。自分で歌う曲もあるし、他のアーティストにも曲を提供してるんだ。そうだぜ。英国アカデミー賞の作曲賞を受賞したし。ラストエンペラーでアカデミー作曲賞も受賞したんだ。そうだぜ。英国アカデミー賞の作曲賞を受賞したし。ラストエンペラーでアカデミー作曲賞も受賞したんだ。名実ともに一流の音楽家ね。坂本さんの音楽は本当に幅広いわ。坂本さん、女性関係でだらしなかったらしいぜ。4人の子供がいて、母親は3人なんだ。え、それは大変ね。最初の奥さんとは学生時代に結婚したんだけど、その後浮気して離婚したの？そうだぜ。矢野明子さんと再婚したけど、90年代には関係が破綻してたんだ。
矢野さんとの間にも子供がいたのね。それからマネージャーとの浮気が発覚して、また子供ができたんだ。子供にお父さんに別の好きな人がいるって話すなんて、ちょっとね。2006年には矢野さんと離婚したけど、マネージャーとは結婚しなかったんだ。そんな人生もあるわね。2014年には中咽頭癌で闘病してたんだって。実は2023年に癌で亡くなってしまったんだ。そうだったのね。ご冥福をお祈りいたします。次は松方弘樹さんだぜ。俳優や演歌歌手として活動してた人物だ。俳優の養親の元で生まれて、自分も俳優になったのね。サラブレッドだわ。1960年にデビューして、仁義なき戦いや、遠山のキムさんに出演してたんだ。山口県三島沖で釣りを楽しんで、300kg 超のマグロも釣ったんだ。子供にとってはマグロ釣りのイメージが強いかもね。そして松方さん、子供が多いことでも知られてるんだ。最初の奥さんと3人の子供がいたけど、新人女優との不倫が発覚したのね。不倫が男の勲章と言われてた時代だぜ。松方さん、前の奥さんと離婚して西野さんと再婚したんだ。その時に2人の子供をもうけたのね。子供が5人になったわ。だが、1987年に千葉マリアさんと不倫して、隠し子がいることが発覚したんだ。また不倫して子供ができたの？松方さん、子供作りすぎよ。松方さんは隠し子のこと知らなかったけど、しっかり認知して養育費を払ってたんだ。責任感じていたんだね。でもパイプカットしたって本当？うん、子供ができなくなるけど、遊びまくるためかもしれないぜ。人間の行動って難しいわね。松方さん、2017年に亡くなったのよね。千葉マリアさんと事実婚の関係で一緒にいたんだ。最後にはしっかり添い遂げる相手が見つかってよかったぜ。浅香光代さん、1928年生まれで、2020年に92歳で亡くなった女優さんだぜ。92歳まで生きたのね、大往生だわ。どんな女優さんだったの？1950年代に女剣劇の全盛期を築いたんだ。双葉さんや大江美智子さんらと活躍した。すごいわね。そんな時代の女性が地位を築くなんて。2014年に、実は20代で子供を産んでたって公表したんだ。それはびっくり、子供はどんな人なの？子供は2人いて、父親は亡くなった政治家だったそうだ。総理大臣も務めた大物だぜ。それはすごい、でも、子供たちは父親が誰か知らないのね。うん、政治家の重大な立場を考えてそうしてたんだろうな。悪い関係じゃなかったと思うぜ。次に紹介するのは、言わずと知れた国民的女優、アンズさんだぜ。15歳からモデルとして活動し、2007年に女優デビュー。ごちそうさんや妖怪人間ベムなど、たくさんのドラマに出演してるな。そうだな。でも、彼女が売れてるのは親の影響だけじゃないぜ。間違いなく実力のある女優さんだと思う。確かに。でも、今回の話題は彼女のお父さんや元夫のことじゃないの？そのお母さん、渡辺由美子さんは、2002年に渡辺謙さんと離婚してるんだ。原因は、彼女が2億5000万円の借金をしてたことなんだよな。その詳しいことはわからないけど、離婚の裁判では、由美子さんが渡辺謙さんの不倫の証拠を持ち出したんだ。そのショックで、アンズさんはお母さんの方を選んだって話だぜ。病気の後、渡辺夫婦は釈尊会という宗教に入信したんだ。そして、由美子さんがその宗教に2億5000万円を献金したんじゃないかって噂があるんだ。だけど、これはあくまで噂だからな。この借金を返したのは、アンズさんなんだ。女優として成功した彼女が、弁護士を通して借金相手に手紙を送り、全額返済したらしいぜ。実はその由美子さんが、なんと2017年に22億円を請求する裁判をアンズさん相手に起こしたんだ。そんな大金を？なんで？アンズさんが勝手に事務所を辞めたという理由でだ。アンズさんは母が霊能者に傾倒してたことなどが原因で、その事務所を辞めたんだよな。裁判は結構長く争っていたの？そうだ。その裁判は3年間も続いた。2020年には和解が成立したけど、具体的な金額は公開されてない。でも、相当な額が支払われたんだろうぜ。事務所を辞めるのは個人の自由だろう。何がいけないのか、部外者から見るとそう思うよな。それなのに、由美子さんはアンズさんが辞めることを不服に思って、22億円を要求したの？恩をあだで返すって、本当にとんでもない母親ね。その通りだ。事務所が隠す不祥事も、最終的には流出するんだよな。特に今の時代はネットが普及してるから、情報を隠すのは難しいぜ。芸能人は、以前よりもっと注意深く行動しないとね。まさにそうだ。気をつけないとな。次はジャパネット高田について紹介していくぞ。もう説明不要じゃない。通販業界の大物なんだし。そんなことはない。
ジャパネット高田がここまで成長した理由なんかを知っておくべきだろ。まあマリサがそんなに言うんだったら紹介してもらおうかしら。ズ・ジャパネット高田は長崎県佐世保に本社を置く日本の通信販売会社だ。1986年に有限会社高田カメラから独立して、株式会社高田を設立したんだ。思っていたよりだいぶ昔に創業されたのね。じゃあもう40年近い歴史がある会社ってことじゃない。創業当初はカメラ店を中心とした実店舗による事業展開を行っていたんだぞ。最初から通販ってスタイルではなかったってこと？その後に何かきっかけがあって通販業界に出することになったの？1990年に長崎放送にてラジオショッピングを行った際に、放送時間の5分間で50台のカメラを販売する偉業を成し遂げたんだ。100万円の売り上げを達成したようだぜ。たった5分で50台ってすごいわ。この頃にはすでに高田社長は才能を開花させていたということじゃない。そうだな。それをきっかけにラジオショッピングを主体とした通信販売に、業務を専念することになるんだ。やっぱり時代的に最初はラジオだったのね。じゃあ、テレビショッピングに移行していくのはもう少し後だったんだね。ああ、1994年にテレビショッピングを開始したようだぞ。その他にも売り込みチラシやインターネットにも拡大したようだ。じゃあ、その頃に今のジャパネット高田の販売方式になったのね。やっぱり最初から独特のセールストークをしていたのかな？そうみたいだぞ。高田社長のセールストークは当時からモノマネされていたんだ。その独特なセールストークが全国的な知名度を上げることにつながったんだ。確かにモノマネ芸人がやっているのを見たことがあるわ。でも最初からあのトーク力があったなんてまさに才能じゃない。その後は売上高を伸ばし続けて2018年には長崎県内で1位になったわ。長崎県の企業で初めて売上高が1000億円を超えた企業になったんだ。長崎で一番の企業になったということね。その後は東京に進出したりしないのかな。高田社長は何百回もなぜ会社を東京に移さないのかと言われたそうだぞ。しかし、高田社長はなんで移す必要があるんですかと答え続けているんだ。それはなんでだって。会社の多くは東京に本社を置いているじゃない。高田社長の意見としては、長崎県でも十分なくらいインフラが整っているとのことだ。それにジャパネット高田はコストカットの意識もかなり高いんだぜ。まあ、そこまで安く売っているわけだから、細かいところまでこだわってそうだな。それじゃあジャパネット高田の裏側を教えてもらおうじゃない。まずはさっきも言った徹底的なコストカットだな。ジャパネット高田の本社は長崎県にあるというのはさっき言ったな。え、それに高田社長は東京に行く必要がないってはっきり言ってるんでしょ。そうだぜ。東京都と比べて長崎県で経営する時の人件費などが抑えられるんだ。確かにそうね。人件費とか色々な面で東京より費用は抑えられそう。それにジャパネット高田は通信販売だから長崎のインフラでも十分すぎるんだ。でも通販番組って東京で撮影することが多いじゃない。霊夢はやっぱり知らないんだな。ジャパネット田は長崎に自社スタジオ持ってるんだぜ。そうなんだね。てっきり東京のスタジオで収録しているのかと思ってたわ。そうだぜ。最初は福岡のスタジオを使ってたけど、長崎に自社スタジオを作ったんだ。そこまでコストカットにこだわってるのね。すごいわね。ジャパネット田は本気でコストを削減してるんだぜ。だからあんなに安く提供できるんだ。なるほど、ジャパネット高田の秘密が少しわかった気がするわ。他にも、大量仕入れでコストを抑えてるのかしら。ああ、在庫を抱えるよりは大量に安く買ってもらう方がいいからな。それに、ジャパネット高田の下取り買い取りも有名よね。下取りが大事なポイントだ。家電からは高価な金属が取れるからな。え、スマホみたいな小さな金属でそんなに価値あるの？そうなんだ。日本では1年間に65万トンの家電が廃棄されるんだぜ。そんなに、じゃあ、その中の金属だけでかなりの量になるのね。現金換算で800億円以上にもなるって言われてるからな。すごいわね、ジャパネット高田は本当に色々と工夫してるのね。だからこそ、あんなに安く、質のいい商品を提供できるんだぜ。ジャパネット高田のビジネスモデル、ますます興味深いわね。ジャパネット高田は、消費者にもメリットある販売方法なのね。そうだぜ。コストカットに加え、お客様寄り添う姿勢も評価されてる。日本の企業って、寄り添う姿勢強いと思うけどね。ジャパネット高田は特にユーザーサポートが強みだぜ。家電量販店は店頭で説明してくれるけど、通販は不利じゃない？実は違うんだよ。家電量販店も電話やネットで問い合わせることが多いからな。そうね、買ったお店に聞くことが多いかも。でもジャパネット田なら、使い方をしっかりサポートしてくれるんだ。それは便利だわね。通販でも安心して買い物できるってことね。
ああ、ジャパネット高田はそういう点で差別化を図ってるんだ。次はジャパネット高田の闇だぜ、盛り上がるな。闇って何かしら？気になるわ。2004年、社員が顧客リストを持ち出したんだ。それって大問題じゃない。しかも中には商品を盗んで転売してたやつもいたんだぜ。転売？どれくらい悪いの？盗んだ商品は4200万円相当だ、大ダメージだぜ。会社、休止に追い込まれたのね。そうだぜ、150億円の減収になったんだ。社員はどうなったの？1億1000万の賠償命令が出てるぜ、厳しいな。高田社長、大変だったんだね。そうだぜ、倒産も考えたってさ、大変だったんだな。2005年から2009年、テレビ台のガラスが割れる事故が多発したんだぜ。え、それって大変じゃない？ジャパネットタは製品評価機構に報告したんだ。それでどうなったのかしら？購入者に連絡する前に報道されたから、謝罪して無償交換したんだぜ。でも、これって闇って言えるのかしら？確かに、闇を語るにはちょっと弱いかもな。でも大事なのはちゃんと対応したことよね。そうだぜ、ジャパネットタは問題にしっかり対処したんだからな。ジャパネットタは情報弱者向けと言われてるんだぜ。情報弱者って、どういうこと？高齢者とか、ネットを比較しない人たちのことだぜ。それって、ちょっと問題じゃないかしら。ネット通販の方が安いし、必要ないものを売ることもあるんだ。ジャパネット高田、安いイメージだったけど。一番安いわけじゃないぜ。2018年には景品表示法違反もあった。え、それは意外ね。そうだぜ、商品を不当に安いと見せかけることも。商品説明もやりすぎって言われてるの？うん、ちょっとやりすぎってこともあるんだぜ。実際の商品例を見よう。東芝の 4K テレビ、レグザ 55V 型だぜ。それってどんな特徴があるの？高画質、スタイリッシュで裏番組録画もできるんだ。すごい機能ね。でも本当にそんなにいいのかしら？新映像エンジン、レグザエンジン搭載ってアピールしてるんだ。良さそうに聞こえるけど、本当のところはどうなの？実はこのエンジン、当時のレグザでしたから2番目の性能なんだ。え、それじゃちょっと古代広告じゃない？そうだぜ、裏番組録画機能も劣っている方だったんだ。それで安いモデルなのね、ちょっとがっかり。通販番組の弱点だな、他と比べる情報が少ないからね。視聴者には本当の情報が必要よね。うん、商品を正しく理解するためには比較が大事だぜ。このテレビの比較対象も問題だぜ。どんな問題があるのかしら？古い32型テレビと比較してるんだ、実際はそんなに差はない。それじゃ情報弱者を騙してるみたいね。うん、しかも価格も高いんだぜ、99,999円だった。え、それって高すぎじゃない？他の店では74,274円で売ってるんだ。しかも楽天ポイントと送料無料もあるのね。そうだぜ、ジャパネットは送料別だから実質もっと高い。これじゃユーザーは不満だわよね。だからジャパネットが情報弱者相手と言われるんだ。でもユーザー目線の企業だと思ってたわ。そうだぜ、でも見せ方に問題があるんだな。というわけで今回は三浦さんをはじめとする芸能界のタブーについて紹介しました。こんなにも多くの疑問と悲しみがあるなんて考えさせられるわね。本当だぜ。みんなの意見や感想があったら気軽にコメントしてほしいな。よかったら高評価やチャンネル登録もよろしくね。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。